日沖市に住む60代の女性の住宅に侵入し、アクセサリーなどを盗んだ疑いで再逮捕された県職員の男の身柄が、今日鹿児島地検に送られました。住居侵入と窃盗の疑いで送検されたのは、県の鹿児島地域振興局土木建築家、日沖市駐在の職員、国母博之容疑者です。 警察によりますと、小久保容疑者は、先月7日から8日までの間に、面識のない日置市の60代の女性の住宅に侵入し、イヤリングなど7点を盗んだ疑いが持たれています。警察の調べに対し、小久保容疑者は、家に入りアクセサリーを盗んだのは間違いないと、容疑を認めているということです。小久保容疑者は、 日置市の30代の男性の住宅に侵入しゲーム機などを盗んだ疑いでも先月、逮捕されています。